皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディーの時間です。この動画は、小学校3年生の国語、伝わる言葉、ことわざ、個人生語の学習の1時間目の内容です。教科書56ページから59ページです。この学習で用意するものは、教科書、ノート、国語辞典やことわざなどの本です。 この単元で皆さんにつけてほしい力は、ことわざ、古事聖語の意味を知り、使うことができるです。学習計画はこのようになっています。さて、1時間目の今日の目当てです。ことわざ、古事聖語の意味や由来を調べようです。ここで動画を止めて、目当てをノートに書きましょう。書き終えたら、教科書56ページを開き、 動画を進めてください「笑う角には福来たる」という言葉を耳にしたことはありますかこの言葉にはいつもニコニコ笑って暮らしている人のもとには自然と良いことがやってくるという意味があります。このように生きていく上での知恵や教えを短い言葉や言い回しで表したものをことわざと言います。 教科書の57ページを見ましょう。次のことわざの意味を、国語辞典やことわざの本を使って調べましょう。ことわざの本で調べるときは、目次や作品を使いましょう。まず、次の3つのことわざの意味を調べましょう。動画を止めて調べましょう。調べられましたか 意味を確認しましまょう「犬も歩けば棒に当たるは」は何かをやっているうちに思いがけない幸運に出会うこと何かをしようとすると災難に遭うこと若い時の苦労は勝手でもせよは若い時の苦労は将来役に立つから自分から物事をやろうとすると良い「帯に満ちかし助けに流しは」は 物事が中途半端でで何の役にも立たないことです調べられなかったところは動画を止めてノートに写しておきましょう次の3つのことわざの意味を調べましょう動画を止めて調べましょう調べられましたかでは一緒に意味を確認していきましょうは急げば 良いことはためらわずにやるべきだ。塵も積もれば山となるはほんの小さなものでも積もり積もれば大きなものになるということ。ところ変われば品変わるは土地が違うと習慣も違うものだです。調べられなかったところは動画を止めてノートに写しておきましょう。写し終えたらスタートさせてください。 では次のことわざに進みます次の3つのことわざの意味を調べましょう動画を止めて調べましょう調べられましたかでは一緒に意味を確認していきましょう石橋をたたいて渡るは用心の上にも用心して慎重に行動すること 猿も木から落ちるは名人でも失敗することはある。猫の手も借りたいは非常に忙しくて手伝いが欲しいことです。ここまで9つのことわざを調べました普段の生活の中でこのことわざが使えそうだなと思う場面で積極的に使っていけるといいですね。 調べられなかったところは動画を止めてノートに写しておきましょう。写し終えたらスタートさせてください。次は古事成語の学習です。教科書58ページを開きましょう。古事成語とはことわざに似た言葉で中国に伝わる古い出来事や物語が元になってできた言葉です。 早速、古事政語の一つ、五0歩百0歩を見ていきましょう。教科書の三コママ画ガのような出来事が由来となって、多少の違いはあるものの、大きな違いではないことという意味の言葉になりました。似たようなことわざに、どんぐりの背比べがあります。古事政語には、矛盾、遂行、 漁夫の理など今でも使われている言葉がたくさんあります三つの古事成語の意味を調べてみましょうどのような由来があるのかも調べてみましょう動画を止めて調べましょう調べられましたかでは意味を確認していきましょう 矛盾という古事成語の意味は先に言ったことと後に言ったことが食い違うことですではこの古事成語の由来です昔中国に盾と矛を売る人がいました盾とは敵の槍や矢から身を守るものです矛は槍のような武器のことですその人が 自分が売る盾は非常に硬い矛は非常に鋭いと言って売っていたためそれを見ていた人がその矛で盾をついたらどうなるのかと尋ねたところ返事ができなかったという出来事からこの矛盾という孤事成語ができました皆さんもこれまでこのような経験ありませんでしたか 意味や由来が十分に書けなかった人は動画を止めてノートに書き写しましょう書けたら進めてください続いて推行です意味は文章の表し方をよく考えて何度も直すことですこの古事成語の由来です昔の中国の唐の詩人が 馬に乗りながら死の表し方をそうは押す月下の門がいいかそうは叩く月下の門がいいか悩んでいました悩みながら進んでいると都の長官の行列についぶつかってしまったのです詩人が理由を話しこの長官に どちらが良いか尋ねたところたたくの方が良いと言われたことからこの古事成語ができました文章を書いて読み直しこれで良いかよく考える場面で使えます意味や由来が十分に書けなかった人はここで動画を止めて書き写しましょう終えたら スタートしてください続いて漁夫の利です意味は関係がない人が利益を横取りすることですこの意味の由来です死儀という鳥と貝のハマグリが喧嘩をしていたところどちらも漁師が捕らえてしまったという出来事が由来です 意味や由来が十分に書けなかった人はここで動画を止めて書き写しましょう終えたらスタートしてください教科書の146ページを開けましょう知ると楽しい「古事聖語」には4つの例が載っています「汽遊、投竜門」打「打足」「軽説の行」について それぞれ意味や由来を読んでみましょう。動画を止めて読みましょう。では、今日の学習の振り返りです。ことばざこちせいごの意味や由来を興味を持って調べることができましたかノートに振り返りを書きましょう。書き終えたら、おうちの人に。 伝えましょう次の時間はことわざ「古事聖語」を使った文を考えていきます。これで1時間目の学習を終わりにします。